エンジェルス予想、アキイノセシ、大谷翔平のドジャース移籍に、母親が電話で、外しちゃったけど大丈夫。大谷の去就について、ずっと、エンゼルス残留と予想していたイノセシは、1時間ほど前、年老いた母親から電話がかかってきて、外しちゃったけど大丈夫ってと心配されていることを明かした。そして、皆さんがドジャースって一色に染まる中、大工軸を作って、こうやって話題を盛り上げることができた。この時期に MLB のニュースをこれだけ扱ってもらえるっていうのは、MLB ジャパンの親善大使としては、非常に嬉しいことだったのでよかったと前向きに語った。ド素人の予想に過ぎない。ド素人だったドジャース思ったわ。昼帯で五十嵐にめちゃくちゃ詰められてた。昨日、日テレの夕方のニュースで、アナハイムの家を引き払って誰も出入りしてないという話は現地から届いていた。もう少しその話を裏取りすればよかったって言ってた。僕はエンゼルス 100% とは言ってませんでした。ワロタ、そういう芸人なんだろ。ドジャースと予想的中させた五十嵐の言うこと説得力あったからな。実際にメジャーでプレイしてた経験はだてじゃない。新聞やネット記事読んでるだけでわからない裏側を自分の目で見てるし、経験してる。競技経験の全くない経営層はそもそもマスコミには出たがらないから、解説者として需要があるんだろうな。ネットで情報を検索して裏取りせずに上から目線で知ったかぶりをして MLB ジャーナリストを名乗るのはどうかと思う。データを喋ってるだけおじさん。皆さんは、イノセシの発言どう思いますか？コメント欄で今回の動画について感想を教えてください。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。